おはようございます。潮がすごい吹いたのに、またすごい汚れてません？昨日の嵐の中の釣りが一回吹いたのにな。いや、塩分濃度が濃いんですよ多分。なんかねえ、いや今日はほらまた降ってきた。ちょっとカメラに映らないでしょ。雪降ってんすよ、雪もう今年は初めて聞きましたね、今季初、じゃあ今季最大寒波、全国的にですよ。だから近畿圏でも積雪30センチから50センチとか言ってますもんね。でも風が猛烈で、で寒くて、でまあ雪降ってるぐらいなんでね、もうあっちも真っ白でしょ空が。残念ながら出船を見合わせました、まあ、今日は本島周りだったので、それからまあまあ、ね、口太ぐらいだからイサキもいっぱいいるし、いい魚がいるんでね、楽しみたいなと思ったんですけど、僕らしかいないということで予約がですね、残念ながらもうそれだったらちょっと猛烈な風も吹くんで、あ、体力温存も兼ねて無理はあかんやろということでね、でも寂しいやろということで港うろうろしてですね、風裏を探した結果、ご覧ください、あそこが出船の場所の一つですね。今日あのなんか作業があって出てる船も多いんであれなんですけど、いつもあそこにこうウグルと沖ノ島行きの船がバーッと並んでですね、他にもちょっと向こう側に向こう側にとってあるんですけど、いやもう僕が見慣れてますけど、これ初めて見た時はすごかったですね。このサイズの渡船が、まあ、船のね規模がこんなに並んでたらちょっと圧巻ですよね。すごいなここみたいな。あ、もしこれから来られることあったら、はい、多分同じように思うと思います。わあなんかすごいみたいな、テンション上がってきたみたいなもしくはあそこからフェリーが出てますんで沖縄市はこっからやりましょうね。ちょっと今準備してましたけど、こっからちょっとチヌを狙うメインに狙ってみたいと思います。雪降る中ですけど、ここだとちょうど背中からこうサプッてこうやれるんであまりにも寒くなったら、あそこにあの磯釣りセンターってあるんでですね、そこに逃げ込みたいと思います。はい、というわけで準備しましょうか。寒い風がほらまた降ってきた。うわ見てこれ、吹雪吹雪、やばい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 、高知の映像じゃないでしょこれ、見てくださいよこれ、ヤマトことかやばいですよね。お願いします、お願いします。遠目あんのかな、釣れてる、なんか釣れてる気づいてないし俺、さっきのモヨーンっていうのそうやん。あ、え、あ、タイです、タイです、タイ来た浮き、ほんの少しがモヨーンってなって、今のなんか当たりかとか思ったらお前やったやタイがいました、マジか、マジやな。遠い面にやってきました、対岸へ。1時間ぐらいだけ頑張ろうよっ、お世話になっている渡船の皆さんが、の渡船を
背景に。あ、お、お、これ当たりちゃん、ほら、ほら、入っていく。一投目。かから。あのフグかな。3センチのフグ。お、ヒット。あ、わあ、これ、これは違うやろ。ほら、ほら、ほら、来た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 。やば、やば。強っ。強っ。来た。来たぞ。これは立ち上がろう。よし。よし。ありがとう。もう一匹。よかったとこ。来たー。若きチヌですよ、若きチヌですよ。行きます、お迎えに上がります。あら、おいで。あ、きれい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 。12月クリスマス前のジェーッ。やったー。おー、あ、かわいい。あ、お、面白い。緑のカラーが映えてる。チヌー。あー。フェリー乗り場でもあるんで、声控えめですけども。どうも。ありがとうございます。ウグルに、今回はね、ちょっと天気が悪すぎて、諦めた僕を、癒し。笑顔にしてくれたこの若きチヌに感謝したいと思います。おーらー、若きチヌだ。この頭のところ緑がめっちゃ汚い葉がこの子生えるんですよ。ここすごい綺麗ですよ。おー、やったやったね。いや、ちょっとその前のポイントは目の前ですけど、あまりにも血抜けがなかったんで、ちょっときついんかな、さすがに12月クリスマス前とか思ったんですけどね。移動して、2投目、3投目ぐらいじゃないですか。やった、嬉しい。いや、絶対これ外の方がめっちゃ寒かったはずですからね。こう陸に上がったらね。いや、待て、そっちじゃないです。前がこちらです。うわー、じゃあ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 、やったー。よっしゃーよっしゃーナイス。手が冷たくなってきた。簡単すぎたこれ。こんなんありましたね。ピースダンスで暖を取ろう。もう踊れる釣り師になりますよね。さあ、止まったら死ぬっていう。いや、その前に帰れって言われますけどね。当たり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 。よっしゃ、来た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 。ダンスしたら来た。ダンスできた。おお、おお、ダンスしたら来た。ありがとうありがとうありがとう。これでもなんかめちゃくちゃ小気味のいい引きですね。若い子特有のこれ引きですよ。ちょ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 、ほら、かわいいチヌや。よし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 、やった。抜けるかな。抜きますよ、せーの、ほっ。ダンスでチヌでございます。ダンシングチヌ。寒すぎて体を動かしてきたら彼も動いてくれました。この後若きね。おお、かわいい。かわいい。ねえ。
俺見たらこんなんでしたけどあら、フグ、また湧いた、こっちが、なになに、白いぞこれ、これヘダイ、あ、ヘダイか、ほらヘダイやな、これヘダイや、このサイズのヘダイ、これ過去最小のヘダイかもしれん。見えんなぁ、フグしか、あ来た、あ違うな、あれなんだ、また若者や、え、これチヌ、きびれちゃいます、これなんか黄色いぞ、抜きます、ほら黄色い黄色い、おいしょ、これ、でもなんかちょっと不思議な、これきびれにしてはちょっとの、なんかちょっと違いますよね、ヘダイの、あれ、なにこれ、みんな何これ何ですか、きびれと思うんすけど、顔がなんかちょっとヘダイっぽいっすよね、わからんけど、誰かコメントでお願いします、ここですよ、前全然ね違ったんですよ、僕もほんま、ついこの間知ったんで、8月ぐらいからって聞いたんですけどね、なんかねちょっとおしゃれな感じでしょ、なんか不思議なんです、釣り餌とかあるって、個室宿泊、大部屋休憩、貸し毛布磯釣りスカッシュとかなんですかね餌の予約があって横に居酒屋メニューがあるんですよ、なんかおでん5品500円とか、カツのたたきとか、カレーライス、お邪魔します、来ました、あ、この間来た時僕お渡ししたシールが貼られてます、ピースアムービーで来ましたってピースアムービーが貼ってますここの船長にもあったぞ、なんか遊魚船ですね、初めて貼るとこになんか根魚ばっかりって言って、おー見てください、この券売機ボイル赤身券売機でしょ、宿泊券売機からのハイボール、もうこんなん選んだら俺ずっと宿泊してハイボールをして、サバの食べて、なんかこれ食べて、カツオたたき食べて、まだ券売機でハイボールみたいないいですよね、でもこうやって釣りでね来て休憩できるような場所があったら ね、いや、そうそう、これ俺これ言ってはったんですよ、ポン酢、いや俺紹介するも何も、あのついこの間ここに初めて来た時に知ったんで僕も食べてないんですよ、なんかすげえ美味しいらしいですよ、シューちゃんポン酢、これカツオ、これかかってるのがこれですか、あら、あー、いろんなの混ぜながらこれも入ってるんです、あー、すいません、あ、さらに原液も足してで、ポン酢と混ぜて、へえ、それで有名になるんじゃん、下手したらそれ食べに来て帰るみたいな、そうですね、あ、それが現役すだちの、はい、うわ
見たことない。すごいんちゃう香りが。これがだからこのスクモのやつってことでしょ。わあ。いや、すだちです。わっ、しまった。なんで俺車で来たんやろ。券売機で買えるのに。車置いてこうかな。ちょっと距離あるな。いや、ちょっといただいていいですか。いただきます。マジか。もともと高知といえばカツオのたたきじゃないですか。塩たたきとか、あのわら焼きのとかあるじゃないですか。僕も散々食べてきてますからのたたきをね。これはでもちょっと、おお、いやー、これそのうまいんじゃないですか。これちょっと乗せて。おわ、いただきます。いただきます。こんなついてるの辛くない。わ、食べたことない味。うまい。え、何あっさり。あ、来た、すだち。あれ。サラダみたい。いや、違うな、カツオやな。風味がめっちゃつくね。ね、あ、それはこれなんか飲めるとか書いてあったでしょ、このポン酢の。あ、おいしい。確かにないな、これは。あれですよ。あ、飲めるわ。あ、これごっつい油、ちょっといい味、上質の油のステーキとかも絶対うまいよ、これ。こんなあの港のすぐそばで食べれると思わなかった。皆さんね、ここに来てこれと、これ売ってあるんですよね。ね、そうですね。全然僕回しもんでも何でもないんですけど。たまたま通りかかったツイミットなんですけど、食べれますんで、これは美味しい。でっかい炭がね、ちょっとだけ見えたね。ちょっと浮き変えましょうか、これ。浮き変えます。感度で変えましょう。でかいわ、泉が。豪快にでかい。
お疲れ様でした。もう戦い敗れたボクサーのようにそうでもないな、体力はめちゃくちゃあるからな。いやー、今回ヌグルの旅、まあ磯回りがあるので、ね、お腹場がちゃんと決まっててであるので、そこを狙いながらみんな来るんでね。で僕もやっぱり最終日、今日やったんですけど、残念ながら、僕撃沈、全員撃沈ということで水温がね、やっぱり3度ですって。ああ、沖縄島はほんま3度ですって。さっきお客さんが、あ、平さんって喋ってたんです。今日18点何がしたって5とかだったんで、一気に 2.3 度は下がってるんですよ。やっぱりなかなかね、見えないし、見えたとこ全く見たいんですけど、本当は朝だけチラッとからしいんです。僕はもう本当に悔しかったな。こればっかりはね、まあ、大寒波2日目っていうのもあったし、2日とも僕この高知で雪の中釣りしてますからね。仕方ないですよ。これでまあ四季がある日本だからこそなんで、まあ、春夏秋があって、それぞれの魚がいるんで、ただ戦いたかったなと思いますね。まあまたチャレンジに来るし、まあ、今回もお腹にね出会えてるんで、ちょっとずつまたこればっかりね、通って学ぶことの方が多いんで、通わないとわからないことも多いんで、そんなには来れないけど、まあ、できる限りまたチャレンジに行きましょう。はい、もうね、田中さんはじめ皆さんありがとうございました。お世話になりました。あ、向こうは柴田さんもありがとうございました、優しい選手いっぱいいるんですね。皆さんもぜひチャレンジしてもらえたらなと思います。あ、そうだ、23年最後や、今日最後です。今年1年間、まあ、もうこれでもオンエア、もう年超えてますからあれですけどね1年間ありがとうございましたということで、これを見ている時は多分新年になってますから、本年もよろしくお願いしますではまた出会い何です。おねだりにたけた